やっぱいいっすね、デンジャラスじいさんは。これ吹き出してしまうような。はい、グーテンモルゲン、皆さん、おはようございます。デンジャラスじい、絶対絶命、デンジャラスじいさん、史上最強の土下座、やっていきましょう。はい、これ、ブックオフで264円でした。スタートボタンを押すのじゃ。OK、行こう。初めから。これ何ボタン押すんだ？おらい。やっぱね、デンジャラスじいさんじゃん俺らって。憧れを持ってるのは001号、報告をするみょう、侵略に邪魔な人たちを抹殺する準備ができたみょう。ムフムフムフ、そうでござるか。では地球侵略作戦の第一段階に入るでござる。はい、これね、ゲームボーイアドバンスのゲームですね。いい報告を楽しみにしているでござる。はい、ムフムフムフ、これ誰のミオ。これさ、大長編でなかった、なんかミオミオミオ星人みたいな。これは世の中を安全に生き抜く方法を教える一人の老人の物語である。あ、いいね、あの電磁一貫の始まり方だね。はい、こいつが主人公じいさん。突然だが、世の中には危険がいっぱいで、マイッチングいや、このセリフ100回見た俺マジで。というわけで、わしが世の中のデンジャラスから助かる方法を教えてやる。覚悟しろよ。あ、ゲベだゲベ、孫とゲベがあるぞ。孫の名前なんだっけ、ソースケだっけ。はい、ゲベベベベベ言ってましたけども、ゲベはちなみに喋れるからね。じいさんの家ってこんな間取りだったんだ。なんだろうこれ、リビングあって、リビング何畳これ畳引き詰めすぎだろこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1列 10枚畳あるから30畳ぐらいあるぞこの。あ、大根祭りが始まるらしいですね。あー、いい、このガビーンっていう効果、絶対これガビーンとかさ、そういう効果もついてるわ。やっぱコロコロコミック最高だからな。見る、これボタンが動かないんだけどさ、コントローラーぶっ壊れてねえか。ミニゲーム、恐怖大根攻めじゃ。 A ボタンをひたすら連打するのじゃ。ただし、わしの顔が真っ青にならないように注意しろよ。わからん行きましょう。4秒で135個超え。 A ボタン連打、あ、どういうこと4秒で100、無理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 、これ絶対無理。何に負けた俺はいや、いいよ、俺この顔大好きでさ、俺幼稚園の頃ずっと描いてた、じいさんの顔、あのリアルになったじいさんの顔な。孫よ、わしは地球を守るのじゃ。何だったの今の。いや、この何だったの意味わかんないんだけどってのがデンジャラスじいさんの醍醐味ですからね。地球は今デンジャラスがいっぱいだって友達のヒロシくんが言ってた。あー、いい、磯山和俊の言い回し。俺ね、そう、磯山和俊ツイッター始めたじゃん。あれフォローして毎日見てるんだけど、あれなんかブログの4コマ漫画を毎日更新してくれてて、磯山和俊めっちゃおもろいんでね、ぜひぜひフォローしてみてください。あ、ゲベがまだ猫かぶってるわ。アナウンサー、突然ですが臨時ニュースをお伝えします。地球上空にミョミョミョ星人の UFO が、あ、ミョミョミョ星人現れました。ガビーン、ガビーン言った、ガビーンガビーンってこんな感じだったんだな。俺のガビーン感が変わったわ。じいさんのアニメ見たことないからな俺な。はい、教えていいんですか。いいね、これ、あ、いいわ、理不尽、理不尽の極意。お、ミョミョミョ星人いっぱい来たわ。お前がデンジャラスじいさんみよ。そうじゃ、わしがじいさんじゃ、お前は誰じゃ。はい、ミュミュミュ星人。いや、ミュミュミュ星人ってさ、なんか大長編なかったっけ。俺なんかこいつ見たことある気がするんだけど。悪いけど消えてもらう。あ、これ全部読まないですからね。ミニゲームの説明を見ましょう。
ミニゲーム潰すのじゃ。 A ボタンでブロックを投げろ。敵を5匹潰せば終了じゃ。ほら、 A ボタンでブロックを投げて敵を5匹潰すと。出て、あ、負けた、死んだ。クソ難しいわこのゲーム。このゲームクソ難しいわ。どうなってんだこれ。何ですか。あ、ゲビが助けてくれたんか。ゲビはね、何なんだろう、ゲビって犬猫なんか。ゲベっていう生物だよな、ゲベはな。まあまあ、この世界に常識をね、求めてもね、あれですからね。時間の無駄ですからね。はい、お前の愛の力はもらっていくみよ。ゲベベベベベベ。え、今さ、俺ミニゲーム負けたからゲベ持ってかれたのかな。嫌なんだけど。でもあと7日で侵略は終わっちゃうから、気をつけてみよう。またね。リチギリチギ。ゲビ持ってかれちゃった。マコよ、奴らを追いかけるぞ。ゲビを取り戻すのじゃ。これいつのゲームなんだべ。あれ方言でちまった。マコが仲間になった。あ、これじいさん動かせんのか。うんこしようぜ。てかさ、この家の間取り見てください。リビングがあって、なんか部屋があって、謎の畳がある。ほんで、リビングは30畳で、トイレのみ。風呂なし、キッチンなし。終わってる家だ、これは。バカが考えたのかな。あ、メメメ星人。俺、大長編、あれ好きだった。ペットのやつ。覚えてます？ペットのやつ。なんか、ペットショップ店員のやつで、なんか最後犬死んじゃうんだけど、はい、なんかあれすげえ感動したんだよ。なんかさ、デンジャラスじいさんの大長編ってあれ素晴らしいからね。あの、デンジャラスじいさんの大長編で道徳を終わらしたから、俺ら世代は。はい、3年後に。こういうね、ギャグのセンスもデンジャラスじいさんで、もう、俺の必要なことは全部デンジャラスじいさんで教わった。お前ら何で教わったの？逆に。今の子供たちって何見て育ってんの？てか、デンジャラスじいさん今もやってるんだよな。なんかデンジャラスリーマンとかさ、あ、何しろって言われたっけ今。やべ、これ何しろって全然見てなかった。東京出る。あー、なるほどね。はい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 。うん、教えないだろこれ。死ぬまで戦え。なるほどね。そう、デンジャラスじいさんのね、最初のコンセプトはね、なんか世の中の危険から孫を守るみたいな感じだったんだけどね、途中からバカ漫画に変わっちゃったよね。スベスベハンマーでミミミフェージョンを叩くとお肌がスベスベになるのじゃ。ぬるってきた今。孫が右からイージングの23番使え、通せって。そこ、そこまでじゃ。何者見よ、じいさん、じいさんじゃ。あれ、ミュミュミュ星人ってさ、牛乳好きじゃなかった？なんか牛乳で酔っ払ってなかった？どうだったっけ。いや、俺デンジャラスじいさん見よう。俺なんかね、無印のデンジャラスじいさん前回持ってんだよな。はい、まあおもろかったよね。催眠電波発生装置。おじいちゃん知ってるの。いい、この迫真の読めないもん俺。おこがましくて、俺ごときがこのじいさんのセリフを。話を進めてもいいみよ。おうよ、3時間ぐらい進めろ。
いいこの無駄なパート。僕たちは催眠電波で地球人すべてを猿以下の知能にするんだみょ。そんなことをおじいちゃんが絶対に許さん。孫のこの人任せガキもいいよね。あ、猿になってら。本当にこれいいね。曽山和俊がこれ監修してんのかな。まんまデンジャラスじいさん、これいつのゲームなんだろう。やべえ、カセット引っこ抜いていつのゲームか見て。あ、校長来た。校長、校長が来ました。ミニゲームの説明を見ましょう。ジャンプジャンプで大冒険じゃ。はい、ゴミバケツに矢印が、B でダッシュ、 A でジャンプ、青いバケツに入れば勝利かも。 OK、 青いバケツに入れば勝利かも。なんだこれ、謎ってあるけど。大根食ったらでかくなった。マリオやんこれ。しかも後ろに戻れないタイプの初期のマリオや。マリオ2までのマリオじゃん。マリオ3から戻れるようになったんだよな。ほんでね、あのね、操作性がね、死ぬほど悪いね。やばいこのゲーム。めっちゃ、あ、戻っちゃった。大根。はーい。あ、ちなみに、私の一番好きなデンジャラスじいさんのキャラは、おパイパイデカミです。知ってます？パイパイデカミ。パイパイデカミが一番好きなんだよな。むずい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 。こいつは踏んでも意味ないと。あぶね、長くねえかこのステージ。大根くれ大根。あれ大根だ。よっしゃ、オッケー。これいつまで続くん？オッケー、オッケー、よし、ゴール。勝ち。初勝利いただきましたよ。みょ、よくたどり着いたみょ。でも、勝負はここからだみょ。あ、普通にパンチ。ミニゲームとは何だったのでしょうか。今まで私がやってたミニゲームとは。これでみんなも元に戻るじゃろう。あれ、僕は何をしてたんだ。ここはどこ、私は誰。オッケー、あ、校長おる、校長。にゃに、お、いいね、ぶちころぶちころ。いや、なんか懐かーい。お、とどめ刺しに行ったあのトラック。あー最高だこのゲームは。さあどんどんやりましょうか。東京にはいないのかもしれないね。なるほど。あー、さっき東京出れる場所あったね。お邪魔します。うん、報告するみよ。東京へ行った舞台からじいさんの摩擦と東京の制服に失敗したって連絡があったみよ。うんばぼみよ。でもじいさんの愛の力っていうものの物を奪ったらしいみよ。むふ、むふ、そうかそうか。で、その愛の力はどこにあるのでござる。今、ここへ向かってるはずみよ。でも、ゲベがそんなやすやすとやられるかな。ゲベって最強だからね。最強さんの次に。はい。やったぞ、孫。これで東京はデンジャラスから救われたぞ。ご褒美にデンジャラスなことわざを教えてやる。わしに一生感謝しろ。犬も歩けば、うんこする。いや、うんこが一番おもろいからね。はい、この間ちょっとね、なんか仕事というか用事でなんか小学生に触れ合う機会があったんですけど、うんこちんこで爆笑してたね。やっぱ大人がうんことかちんことか言うのって面白いんだろうなこれな。はい、
あ、マッスル武田だ、マッスル武田、俺マッスル武田ってさ、あれ二人組じゃなかった、マッスル武田なんだっけ、マッスル武田の片割れなんていう名前だっけ、ちょっと待ってね、めっちゃ思い出す。なんかね、4年に1回ぐらい出てくるみたいな感じだった気がする。なんだっけ、もう釣りまくりじゃ、ミニガイム、もう釣りまくりじゃ、 A ボタンで針を投げる距離を決めるのじゃ。はい、 LR ボタンを使って振り切れないにしろ、チャンスが来たらメーターが枠内に来た時に A ボタンで釣り上げるのじゃ。いいね、釣りはね、今ガラージで鍛えてますからね。はい、もちろん OK。 マッスル武田ってなんだ、安田だっけ、ダメ、オッケーオッケー、あべべべべべ、あ、負けた、負けちゃった、もっか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 、あ、釣れた、これ A ボタン押せば釣れるわ、校長釣れたわ。何に勝ったのこれは。もう一回やっていい？それ。よし。いくよ。あ、校長か。どこ行っても釣れんの同じなのかな。遠いとこで校長釣れただけだったわ。あ、ステッパー長谷川、ステッパー長谷川、マッスル武田とステッパー長谷川だ。ステッパー長谷川ってどこだ。まあいいや、セーブってどこで書くのこれ。いや、ちょっとクイックセーブしとくか、スロット位置にセーブしたわ。はーい、ではパート1はここら辺で、またお会いしましょう。次回東京出るよ。はい。ほな、またねー。